山本太郎君、はいえー、参考人の先生方、本当にありがとうございます、さまざまなご意見、えー、聞かせていただきました、えっと、この合区の問題っていうのは、私は間違った合理性の追求、えー、それによって生まれたものだと思ってます、もちろん一票の格差ということに始まってますけれども、えー、間違った合理性の追求私は国政で合理,、えー、合理性の追求が、えー、なんだろうな、最大限に行われるというのは、国を壊すと思ってます。 これまでもそうでした、不、え、況、ー、の時期に国がしっかりとお金を出していかない、そんなようなことにおいて、えー、この国の不況は30年拡大しました、これ、先進国で唯一なんですねで、少子化ということにおいても、これはもう1970年、大阪万博の時から、これは警鐘を鳴らされていたけれども、実際にそれを解消するためには、えー、私のような段階ジュニア、 それ以降のですね氷河期世代たちに対してしっかりと国が投資をしなきゃいけなかったそこを上げしなければならなかったけれどもそこをコストとしてえ投資を行ってこなかった逆に蛇口を絞ったということもあります合理性の追及を行うことによって結果この国が壊れていったという事例は本当にあまりあるというふうに思っていますこのえ例えばえ1票の格差というところからこの5億という話ですけれども先ほど丸山参考人の方からえ5億 選挙区に5名の候補者の方が立たれた、そういうお話がありましたね。で、ある離島において、その選挙期間中、その候補者のうち1名しか訪れることができなかった、これは候補者の中において合理性を追求した結果、その離島には訪れないという4名の方々の判断があったということですね。 まあ、このような現場においても、もちろん、えー、優先順位というものを決めていかなければならないという部分はありますけれども、結局は合理,で合理性の追求をした結果、切り捨てられるところが確実に現れてくるんだと、まさにこの国においての合理性の追求の慣れの果てが私は強硬だと思っています。 これにおいて、多くの方々においての権利というものを侵害してしまったんだろうというふうに思ってます。で、一方で、これにおいて、えー、憲法改正でというお話もありましたけれども、私自身はそれは考え、異なっております、何かと申しますと、やはり、えー、憲法というもの,の、の憲法の中において、この、えー、例えば選挙制度であったりとか、この国会っていう部分であったり、例えばですけれども、えー、衆議院、参議院が国民代表であったり、唯一の一法機関が国会であったり、 選挙区、投票の方法などにおいては国会で決めることとこの最大限の裁量をその時の状況に応じてしっかりと対応していくようにということが委ねられているとそう考えていますそう考えた時にこの合区の失敗ある意味で自民党内における何かしらの小手先のこの合区というものを行いそしてその救済は、えー 特定枠というもので設けられた一部の人たちだけは助けられたけれども、それ以外の人たち切り捨てられ、そして地元の人たちまで切り捨てられたというものを、これはもう一度再構築していくためには、私はこれは国会の中でしっかりとこれ逆方向にこの合区の解消というものを憲法改正ではなく取り組んでいく必要があるんだろうと、それを考えたときに、私は、えー、これは定数削減ではなくて定数を増やしていく。 という考え方に立つんですけれども、えー、知事副知事の皆さんにお聞きしたいのはその定数を増やしていくんだということにおいて小選挙区においての定数でも結構ですし定数を増やすということにかん、えー、関してどうお考えになるかということをお聞かせください平井参考人山本議員からお話がございました、えー、確かにあの切り捨てられた面があってそれがやはりあの政治に対する不信感を地域では呼んでいるのだと思います まですから、このプロセスをもう一度考えたときに、やはり代表をもう一度確保するというのは、私たちは必要なことだと思っておりまして、それを定数増で、まずはパイを増やした上で配分をしていくというやり方、あるいは比例代表と選挙区制度のあり方、等々いろんな考え方が多分あるだろうというふうに思います。 でまあ、その辺はあは各党、各会派でぜひご議論もいただきながら、われわれの切なる願いであります、えー、府県政という明治23年、えー、山本有友以来ですね、えー、実は都道府県ごとに政治が行われてきたという、えー、日本の代表性の本質がありますので、えー、それを尊重した形の選挙制度の設計をお願い申し上げたいと思います丸山参考人。あの 憲法改正への時間がかかるということに対する対策として、あの非常に魅力的なあの案だと思いますけれども、あまあ、逆に申し上げますと、恒常的にということについて国民の理解が得られ、国民の皆さんの理解が得られるかという課題が別にあるのではないかというふうに思っております。勝野参考人 はい、あの確か知事会で過去議論したときのさまざまな議論の中で定数増というようなあの論点もあったかというふうに記憶をしております。あのですので、あの我々としては合区を解消して各都道府県から少なくとも1人の代表がということに対してさまざまなあの論点について議論をいただいて合区、えー、解消ということを実現いただけたらという願いでございます。 井上参考人、はい、あの定数増については、県議会の方でも質問があったので、まあ、それに対して浜田県知事といたしましてはです、ね、その参議院議員の定数を増やすという手法は、まあ、手法としては考えられますけれども、まあ、この定数増につきましては、おそらくかなり賛否の両論があるということが予想されるため、まあ、こうしたことを考えると、公選法改正によるその合解消という対応には限界があるのではないかというふうな思いを持たれているということでございます山本太郎君。 定数増というところで私たちはそこを調整していくべきだという立場に立って皆さんからいただいたご意見もしっかりと検討していきたいと思います平井知事は鳥取県の中部地震の対応をされたことがあると今日来ていただいている参考人の先生方の中ではおそらく高知県の副知事の井上さんがおそらく県庁職員のときに災害の対応には 関わったこととがあるかとは思うんですね、えー、その観点からちょっとお聞きしたいんですけれども、えっと、やっぱりこの現場経験に裏打ちされたといいますか、地域の発意に基づく取り組み、地域関連系の重要性というものが非常に、えー、表に出てきたというか、それが経済化したということがそれぞれの対応で見られてきたと思うんですけれども、えっと、逆に災害対応において、えー、被災地から見て、ちょっとこれ、国には進んでやってもらったら困るなというか。 も,もっと言えば、それ、国やってもらわなくていいですというようなことがあれば、少し教えていただきたいなと思います、すみません、国と地方の関係で。平井参考人これについては、憲法論でも危機管理の問題というとが今、言われていますが、やはり機動力を持って国が動くべきだと思います、我々被災の現場は、すべてが緊急事態です。 ですから、一刻も早く対処してもらいたい、でそれで鳥取県などは、初代が小さいこともありまして、どんどん勝手にやるんですね、で対策をどんどん取っていきますで、そういうものを、例えばアメリカのフィーマーのように、連邦の危機管理庁のように、後でブロックグラント、そうした団体補助金のような形で、始末をしてもらうなど、もっと合理的なシステムをぜひ考えていただきたいと思います。ど 井上参考人あ、えー、と私が経験したのは、やっぱり98年ぐらいの、98豪雨の際でございましたけれども、かなり水没、高知市を中心に水没したということもあって、やっぱり自衛隊の派遣要請、こちらの方を速やかにしていただいたということが、非常に国に対してはです、ね、感謝をしているところでございますし、まあ、そうした部分について、もっともっと国とは、ね、緊密に連携をしながら、調整をさせていただきたいなというふうには思っております。